同じマンションに住んでいたということと前科があるということだけでは逮捕状が出ませんね。
凶器の花瓶はかなり重いものでした。彼女はあの花瓶を高い位置まで持ち上げて振り下ろすのはかなり難しいと思いますよ。やはり犯人は滝川だと。いえ、彼も殺人に関しては決定的な証拠がありませんから。部屋に侵入し倒れている稲葉さんを発見、通報しただけとも考えられます。いずれにせよ鍵を握るのは滝川ですよ。稲葉の部屋の侵入や盗聴は間違いなさそうだし、パソコンを盗んだのもおそらく。ならば贈収賄と殺人、どちらもつながる手がかりを持ってるはずです。しかしそれを認めさせるのは今のところ難しいと思いますよ。稲葉さんの部屋から滝川が侵入した痕跡は見つかっていませんから。オディロン・ルドンは通り名ですね。
本名は確か